画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。今回はちょっと一風変わったゲームを皆さんにご紹介いたします。私、映画大好きなんですけども、特にね、サイバーパンクな世界、感がね、こう出てるような映画が好きなんですね、作品とか。そのサイバーパンクな世界、背景とかね、立ってるビルとか街とかっていうのを簡単に作れてしまう、そういったゲーム、ディストピカ、発音が正しいか分かりませんけども、ディストピカという、ゲームになっております。 PC のゲームです。で、これね、シミュレーションゲームとかそういった込み入ったものではなくて、本当にこうなんていうか、チル的なね、この大敗的な世界観、そして音楽とかを弾きながら、なんかぼーっと街を作っていくといった、癒しに近いものですかね。作者の人もね、そういったものをオープニングで、言っておられました。はい、ちょっともう早速ちょっと見ていきましょうか。これポン、ほらもうビルが立ちましたね。これどれ、何がサイバーパンクなんだって言われると思いますけども、こう見てったらわかると思います、きっと。はい、でこれね、どんどん建てていくことによって新しい建造物がアンロックされていくという仕組みです。もうすでにね、すでにもう勘のいい人だったらね、分かってると思いますけども、こう今ね、ランダムで建物が建つようになってます。お、ちょっと変わったものが建ちましたね。はい、こうやってバーンと適当に建てますね。これランダムでとりあえず建物が建つようになってるんですけども、ここで自分で、例えばアルファコーポレート、こんなんだよっていう、まるでブレードランナーとかに出てきたような、そういったね、巨大建造物、こちらをさらにですね、例えば上に引き伸ばして超高層みたいなこともできるわけですね。これはね、サイバーパンクな映画っていろいろあったと思いますけどもね、まあ漫画原作のガンムとかもそう、ブレードランナーもそうですよね。うん、そういったね、皆さんが思ってる、思い描いた、もの、これをオメガコーポレーションもこうやってね、これもなんか見たことあるね、ブレードランナーで巨大ピラミッド的な。はい、ロック解除されました。あー、これ、ロゴですね。オメガっていうロゴ。うん。やっぱりこういうのが大事なんですけども、こう、自分で実はテキスト、例えば VLC と、こういったものも作ることができるんですね。まあ、やっぱりサイバーパンクの世界では大事なんですけども、これで例えば側面とかにこうタッチしていくと、ほら、なんかちょっとデコレーションされてますよね、ビルに。こういったビルに、ほら、うん、こっちにもこうしようとか、これランダムでいろいろとこうできるわけですよね。こういったなんか看板、ネオン街みたいなのがちょっとサイバーパンクっぽさを出しているというところなんでしょうかね。で、さらにですね、さらにここからこういったビルの上とかにね、ほらこうやってつけたりとかして、うん、イルミネーションの、まあ、看板ですね、企業ロゴみたいなのが入ったりする、で L サイズのこういった広告とかを自分でこう組み合わせて、うん、それっぽく仕上げていくっていうのができるわけですね。下の街並みとかもそうですね。こうやって。この企業ロゴ感がね、非常にいいです。こういう風にね、簡単にこうデコレーションできるのがいいよね。だから工場地帯とかにこう、並ぶとそれっぽい、いやー、このなんかディストピアな感じいいね。絶対悪い空気流れてるもんね、出てるもんね、廃棄みたいな。これを管理している会社がみたいなね、
ので、ロゴをこう、これには入れないのかな？あ、回転できるんだ。これの会社みたいなの、ここに、ドンと、やって、で、ロゴをつけておくと。悪い会社だよ、これ。絶対。ね。こんな感じで。で、この辺に簡素になってしまったこういうビル群みたいなのも、もちろんこう、ランダムで適当にこう、つけていくことによって、細かい装飾を勝手につけてくれるというね。この大事だね。この辺にちょこちょこちょこっと自分でスパイスを加えていくと。オブジェクトがいっぱいあっていいね。つけれるつけれる。うわ、かっこよ。楽しいね。さっきのやつつけてみようか。あいつくね。いいね、いいね、いいね。広告。広告とも。ああ、いいじゃない。大都市だね。こう考えると。これ作ったものを消せるやつだかな、多分。あ、そうですね。まあ、いつでもそれをまたキャンセルもできますね。上から見てみましょうか。いいね。雰囲気出てきたね。あの工場地帯のところなんか煙突、やっぱ作ってよかったかも。この煙突自体は高くできないのかな。うん。多いですね。で、この町からちょっと離れたここら辺の山。おお。山の、あ、ここが限界なんだね。この辺にもちょっと山辺の家みたいな。あ、いけるね。おお。あ、でっかい看板。LED 看板ができた。ほら。うわ、かっこよ。この巨大な板みたいなビルがまさになんかサイバーパンクなディストピアを演出してるよね。これ日本語っていけんのかな？ちょっとやってみようか。立って、あー、テキスト。例えば、なんだろう。すき焼きとかさ。いや、サイバーパンクの世界って、こういうのあるでしょ、だって。いや、こんなどでけえのにすき焼き店なのっていう感じあるけど、いや、こういう風にして、字をもじっていく、うん、すき焼きアルファみたいなね、天下一品とかさ、そう、そういうのがね、入れたりもできますしね、あれ銀行なんかよっていう区役所とかをね作ったりして感じでして、で、なんかそれっぽい模様ロゴみたいなね入れとけばいいね。ちょっと高くしてこっちの面にもいろいろとつけちゃいましょうか。上の面につけてもね、いろいろとつくんで、これでこちら側にも、ちょっと上の面につけちゃおうか。そんぐらいなんかこの癒しっぽさあるよね。うぅ、かっこいい。この辺にもポン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 とつけとこうか。まばらにね。お、なんか解除された。へえ、かっこいいロゴの、なんか広告塔みたいなのついたね。はあ、これなんだろう。
さあ途中でね、天気も変えたりできるみたいですね。雨、はい、豪雨、はい、そして濃い霧、薄い霧か、うん、で濃い霧、なんてのもねできますね。濃い霧とかもかなり雰囲気あるよね。これこんな感じでね、一寸先早めというか、まあ、大敗的な雰囲気をやっぱ持ってる世界観的なね、こんな感じで、うん、これはこれでありかもね。うん、で日没、夜、夜明けとかね、快晴の夜明けみたいなのもできますね。うん、この辺も面白いね。こうやって見てみると、こう山から望むこの姿っていうかね、こんな感じで見れるわけですね。さあそして、一旦ちょっとまだね建物を増やしていこうかなと思います。そして自分でね勝手に画像を自分のフォルダーからね抽出して貼ることができるっていうね、これもちょっと面白いね。うん、例えばここに M サイズこう貼りますよね。でここから自分のパソコンのデータを開いて、でここに、好きな画像を貼ったりもできるっていうね、これ面白いよね。うん、例えばじゃあなんか貼ってみましょうか。そうだな、じゃあちょっと交流のある人とか会ってみますか。人でいいのかなっていうところあるけど、リモンネ先生の顔とかね、そうこういう風にすることができるんで面白いよね。うん、まあもちろんランダムでね、そこにお願いしますよっていう感じでも、まあ、できます。この辺には貼れないか。うん、いいねいいね。で特大のもね貼れるようになりましたね。あとは普通に名前とか書いたりね、うん、してもいいんじゃないって思います。こんな感じでね、いやかっこいいな。ついついいろんなもの貼りたくなっちゃうよね、こうなってくるとね。いろんな角度からね見たときにこの同じ絵に立て続けになったとき消してもいいし、なんかこう適当な、うん、自分の中にある画像みたいなのを貼り付けてもいいんじゃないかなと思います。トシちゃんトシちゃんスクショに入るように、なんかこの辺からのねスクショを想像してるんですよ。いろんな方のをねここに貼っておりますから、うん、こういうところにねこう貼っておくでしょ。で隠れた感じでね、これをこうやってちょっとトシちゃんに変えてみましょうか。サイバーパンクでございますこうやってなんか自分なりのカスタマイズできるの面白いよね。よしよしよし、でも建物増やしたけど、これでもまだ全然な感じだね。お、おお、また新しいロック解除された。さあそんなわけでできましたので、ここでさらにですねこういった感じで、ムービーを撮ることができますね。例えばこうやってカメラ移動みたいなのを決めます。カメラの移動速度を決め、まあ、スタート地点をまず設定します。ここら辺と決めたら、まあ、こんな感じでね、
でこう回すことによってゴール、こういうふうにね、流すことができるわけですね、うん、でこの速度をもっと遅くすることもできると。これでちょっとしたやっぱ自分の都市をまあ動画化してプロモーションビデオ封印することができるっていうねことなんでしょうね。幻想的な巨大建築が大量にありますな。これはね楽しい、ついつい時間忘れて夢中になってね自分の街をね作っちゃったりしちゃいますねこれね。これをこれで再生してみましょう。いいね、かっこいいね。やっぱこう街の中を突っ切るのもかっこいいですね。はい、そんなわけでですね、こういうのをねスクショ普通に撮ったりとかして楽しんでもいいですし、動画を撮って楽しんでもいいし、まあそれの関係なく自分で普通に楽しむのも全然ありです。この辺はねもう人によって楽しみ方変わると思いますけども、基本的にはねこのサイバーパンクな世界をいかに構築して、まあ、楽しむかみたいなところに落ち着くんじゃないかなと思っております。いやこれ最後にちょっとスクショ撮ろう。ここのこの辺のスクショにしようかな。はい、でスクリーンショットと。バッチリでございます。さあそんなわけでですね、皆さんご視聴の方本当にありがとうございました。これが全貌でございます。サイバーパンクな街を簡単に作れるこのゲームのご紹介でございました。皆さんもこの大敗的なディストピア感あふれる街を作って散るしちゃいましょう。それでは皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。ウェルクラでございました。お疲れ様です。